はい、今日はこのスーパーマリオメーカーグミを作ってみたいと思います。これは今スーパーマリオメーカーが 3D でも出たんですが、まあそのマリオメーカー自分で作って食べるということで、今日ハルくんと一緒にコースを作って食べてみたいと思います。はい、作り方はこんな感じです。粉を入れる、水をかける、コースを作る、出来上がり、そして食べる。はい、トレイは一緒でしたね、ハルくんと。ちょっと残念ですが、まあ、クッパとかがいたら面白かったんですが、そしてコースは私が近くお化け屋敷はないんですけど、こんな感じです。で、ハルくんが地下かな、なんか石で暗いんで、まあということで早速作っていこうと思います。じゃあ、ハルくん、次がスポイトで入れるんよ。次がスポイトで入れるんよ。次がスポイトで入れるんよ。うめえじゃない、うめえじゃない。いやいやいや、なんかすごいことになってるし、炭酸入れちゃいけんのんじゃない、炭酸入れちゃいけんのんじゃない。ねねねねね、ハルくん、ハルくん、それグミじゃけえな。一応言ったけどグミじゃけえな。ハルくん、ハルくん、ハルくん、ハルくん。飲むかと思った。そういうことね。もう入れんで、お願い。もうはるくん、もう怒るよ。はい、じゃあ粉は入れたんで、水がなかったんで炭酸水入れていきたいと思います。いけんのになんでやねん。いい、もういいかけよう。水の使用量は守るべき。イエス。これどっちが上かもわからん。誰これ、誰これ。なんかさ、これ背景とさ、このカラー合ってなくね。なんかさ、色が論外じゃないこれ。なんじゃろう、ゲームが壊れた時みたいな色してないんだ。あ、イカじゃ、思い出した。いや、さ、ここ水中じゃないとイカいらんくない。イカが空中に飛んどる。はい、完成しました。はい、これが私のです。もうすでに何がなんだかちょっと色がおかしいですが、なんかね、こことかちょっと気持ち悪くなってますが、食べ物です。こっち側、ハルくんの方がなんか透明感があって綺麗ですね。はい、まあハルくんもこんな感じなんですが、ちょっと2人とも見事に失敗で、ハルくんの方がどちらかといえばいいような気が、なんかちょっと色が気持ち悪い。まあ味が良ければいいんですよ。大丈夫です、どうにかなりますって。はい、ではもう食べるしかない、はい、ということで食べていきたいと思います。じゃあマリオからいただきます。グミというよりなんか餅っていうか割れ餅みたい。はい、今日はスーパーマリオメーカーグミをハルくんと一緒に作って食べてみました。まあ見た目はともかく美味しかったです。そして作り方はちゃんと守ろうということでね、まあちゃんと守りましょうということが分かりました。分かりましたよ。まあね、炭酸入れて使用量を守らないなんてもってのほかですね。はい、まあということで、まあ皆さんも使用量はちゃんと守りましょう。ちょっとね、まあ今回はグミだったんでいいんですが、守らないといけないやつもあるのでちゃんと守りましょう。今日の曲でした。まあということで楽しかったです。まあ次なんかこういうやつを作るときは使用量をちゃんと守りたいと思います。
ということで、皆さんも見かけたら買ってみてください。そして使用料を守ってください。また見てね。バイバーイ。